やっほー、わー、なんと診断が出ました。白銀の乱子とこちら漆黒のガイストっていうやつですね。こっちが超タイプを強化できる感じの、あと連撃を強化できる感じのパックが、いいカードが結構入ってるってことで、今日はイモコと開封して半分ずつ開封していって、どっちがいいカードが出るか勝負していきたいと思います。いくぜ。じゃあ半分ずつ上げていきます。じゃあ右派と左派で、okay. いくぜ。一泊目、これの当たりはやっぱ、うん、白馬、ね、黒馬、黒馬のスペシャルアート、はい、あー、うん、特にも特になしでしたね、俺は。そんなすぐあ、なんだ、最初から来た。え、来てる。え、なに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 。あ、でもトリプルレア、あ、メーダークロックスみたいな名前の人、はい、誰さんこっちは普通のキッコさんぐらいですかね。じゃあ次、2パック目、1ボックスに30入ってて15ずつ開けていくって感じ。うん、です、うん、カップレヒレ、ゼブロ一個、うん、まあ特に、いい、いやこれなかなか買えないから、うん、嬉しいよ。で、あってもうすぐ売り切れてるよね。ね、うん、あ、正義のグローブ。いや、まずく。まあ特には。いくぜ。でん、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 でん。あ、あ、スパイラルエネルギ ー、 うーん、このカードは連撃のポケモンにしか付けられず、連撃のポケモン以外についてる全てのタイプのエネルギー1個分として、このそしてこのカードを付けてるポケモンは麻痺にならない、だって全て回復、受けてる麻痺は全て回復、一撃のポケモンしか付けない、いや連撃、あ、連撃だ、麻痺予防もできるし、うん、これはいい、いい、いい、これこっちにも来そうだね。うーん、そうだね、そろそろなんか来てほしいね。そう、なんかこっちに、こっち待って、全くない。あ、でん、ででん、あ、黒馬バートレックス来ました。嬉しい、これ、あ、一番の狙いどころでもない、これの、あ、スペシャルアートとかあるのか、あ、あ、それ VMAX か、 VMAX のスペシャルアートが欲しい、いいね、これこれこれ、もうメイン、メインのこれ、シベスリアも使えるやつ、あ、使えるやつこいつだけでも使えた、おい、あ、これカトリアさんが欲しいんだよね。あ、カトリアさんのアップのいい感じのやつを聞きたい、うん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 、イカちゃん、あ、ごめんなさい、スミさん、あ、カトリアさんがそちらにそちらに行きましたね。あ、まあ特にはスミさんって使うのかな、うん、電撃のポケモン2匹まで選び HP をそれぞれ60回復ね、あ、じゃあモミでいいような気がするような、いや、エネルギー全部取らせてるからな、あれは、あ、でも電撃だったら、うーん、いた、そう、電撃だったらエネルギーもともと取らせてるから、肉、肉、肉、あ、セレビー VMAX が出ました。あ、ね、それはキクコさん、キクコさん癒しの森、自分の場に1回使える、自分の草ポケモン全員の HP をそれぞれ20回復する、おお、回復、うんうん、やっぱ VMAX スペシャルアート出したい、あ、シャクヤさん、うーん、っていう感じ、シャクヤさんは
自分の左右3枚まで選びて札に加え、その後手札から加えてマイナスのカードを選び裏にして左右を閉じておく、うん、あ、結構なんか使えるかもしれない、うんうん、ででん、それニュー、あ、あーないな、あー、あー、キクコさんが、やさーキクコさん、キクコさん出ました、え、キクコさん、あー、SR のキクコさんです、これこれ、キクコさん、キクコさん、あ、キクコ、自分のバトルポケモンに乗っているダメカの3個まで選び、相手のバトルポケモンに乗せ替える。キクコキクコさん、あ、そうか、キクコさん、ね、そっちに待てないで、そっちに待てない、普通にこっちにこれのあのエリアに乗せてしまう、キクコ、じゃあもうカトリアさん出ないのかな、 SR 枠がこっちに来たってことだもんね、そうだね、あ、でもたまにもう一個入ってるあ、ね、そう、そうだよね、うん、そうだよね、うん、お、なんかいる、うん、あー、この子か、言語、はい、うん、おー、チルドン、かわいいね、うん、あ、かわいいのかわかんないもわってしてるよね、もわってしてる、ぬおーって感じ、うん、持ってないのがね、いいよね、うんうん、今回どれも初めてのカードばっかだから、うんうんうん、おーっていう感動があるよ ね、それぞれ後でちゃんと見る、 VMAX 欲しいな、うん、でてててんてててんててんカードレーパさん、うん、あ、だんだん残りが少なくなってきたよ、まだまだ、うわー、ここがとっきこう、お、お、こっちはなんかいるぞ、ちょちょちょ、あ、違った、あ、違った、ゼラオラ来ました、おー、あー、いいね、嬉しい、うんうんうん、やった、連撃に使えるやつだ、うん、うん、連撃の技を使っていってもらう、ほうほう、あ、追加じゃん、相手のベンチポケモンにも160、100と160いけるの、ベンチに強いんだね、ベンチの方がいけんの、対策されてたら結構きついけど、あ、スパイラルエネルギーは嬉しいぞ、これ。ああ、ですね。じゃあ。うん。いけない。どうだ。どうだ。ラッキーエネルギー。イニシエの墓地。うんうん。イニシエの墓地、超にいいかもね。あ、お互いのプレイをするで、自分の手札からエネルギーをポケモンにつけるたびに、うんうん、ダメ感を2個。蝶以外だね、あ、そうだね、蝶以外はダメ感に2個乗せられてしまう、うん、これは大変だ、でんでんでん、お、あ、で、ナス、ハピナス来た、かわいいか、ハピナス、ブーイ、かわいい、そう、ハピナスのさ、スリーブ出てたよね、ハピナスのスリーブ欲しいなって思ってた、確かに、かわいい、かわいい、やったー、なのかな、そのラッキーは進化系でしょ、あ、そうなんだ、そうそう、なんか似てるからだなと思って、ラッキー、ハピナス、やばい、え、あ、残り1つ、え、嘘、早い、早い、マジであっという間な、え、あとど、え、1個ずつ出るかな、1、2、3、4、5、6、あと1個かな、どっちか、うわ、頼む頼む、マジ、やばい、いなかった、キクコさん、ここでも、お、キクか、キクでん、ででん、あ、これも欲しいと思ってた、霧の水晶、あ、いいね、いいね、それ使えそう、まあこんなところでね、ですね、はい、あー、でも面白かった、ポキク開封最高、はい、最高、最高、キクコさんちゃんと出してあげない、今日の、あ、そう今日の、そうだね、今日の主役、今日の主役、キクコさんです、こんな感じでしたね、キクコさんまあでも俺はゼロフラが出てきてくれたから嬉しい、あとハピナスが
欲しかったから嬉しい。お、まあ、結果的にこんな感じになりました。じゃあ、うん、バイバーイ。あー、開封最高。でもやっぱね、それぞれね4枚ずつは欲しいんだよね、こういうのってね。4枚ずつあってまあいいよねって、使えるよねっていう感じになるので、あと何箱かは欲しいところではあります。なんかね、なかなかゲットできないけど、ゲットできそうな時はゲットしたいなと思います。じゃあ